行くから。知らないぞ、また憧れの焼きそばパンが売り切れても。もう意地悪べー。ああ結局焼きそばパンはおろか、メロンパンやお楽しみのチョコデニッシュまで売り切れ。だからいつも言ってるじゃん、水木はとろいんだもん。だって4時間目ってお腹が空いちゃって頭がぼーっとしてきちゃうんだもん。どいてどいて、早く早く。待ってよ。何かあったのかな。ねえねえどうしたの、何かあったの。緑川さんが例の階段から落ちたんだって。例の階段。おい早く来ろ。大丈夫かよ。大丈夫だよ。救急車は。あれ緑川先輩。まだ あのさ、クラブの先輩に聞いたんだけど、毎年必ず何人かは落ちて怪我してるらしいよ。私も聞いたことある。あの階段、不吉な階段なのよ。不吉な階段？段数がちょうど13段なのよ。確か13階段って死刑囚が登る公衆台の段数と同じじゃない？違うよ、私が数えた時は14段だった。うそ、12段よ。だからその日によって1段増えたり減ったりするんだよ。そんなバカなことあるわけないよ。どかんかお前たち。緑川、おい緑川、しっかりしろ。山本先生、救急車が来るまで動かさない方がいいですわ。あの階段さ、不吉な階段なのよ。But I've had no chance.I've lived in the city ever since I was born, you know. 違うよ。私が数えた時は14段だった。嘘、12段よ。だから、その日によって1段増えたり減ったりするんだよ。いっ、ゲーじゃありません。9ページの9行目から読んで。はい。A lot of them live in caves.月影さんならさっきまでいたんだけど、カバンがあるから帰ってないと思うわ。そうですか、どうもすいません。まいったな、結局一人か。よし、7、8、9、10、11、12、13、上りも下りも何度数えても13段。私ったらバカみたい。そんなこと当たり前だよね。さーってと、カラスが鳴ったら帰ろ。大丈夫、水木さん。月影先輩。ダメじゃない、気をつけなきゃ。怪我しなかった？はい。あなたが来たって聞いたからここじゃないかと思って来てみたの。危なかったわ。私が叫ばなかったら大怪我しているところだった。すいません。でも偶然って恐ろしいですね。まさかあんなところでめまいをするなんて。偶然じゃないわ。
この階段、おかしな気配が漂っている。おかしな気配。何も感じないです。今は動転しているからよ。あなたは強い霊感を持っているから見えるはずよ。何ですかあれ。はっきりしたことは言えないけど、一連の転落事故と何か関係がありそうね。目の錯覚？私何度も数えたけど、あの階段は13段に違いないんです。でも上り下りするときになぜかふっと1段消えたり増えたりする錯覚が起きて、だから登りきったと思ったとき、もう一段あったりするから踏み違えて。それはわかるけど、どうしてそういう錯覚が起こるの？それは…その原因が何なのか調べる必要があるわね。私の知り合いに霊能者の南郷さんっていう人がいるんだけど、行ってみない？いらっしゃい。待っていたわ。中散らかってるけど、どうぞ。美人。あなたが水木ちゃんで？はい、はじめまして。どうぞ。お邪魔します。わあ、すごい、コンピューターまであるんだ。やっぱり興味ありそうね。ちょっと待ってて、今コーヒー入れるから。メイコが言ってた通りの子ね。え、なんで知ってるんですか？この間は大変だったそうじゃない？メイコに聞いたわよ。あっちゃー。あの階段に影響しているのは木だと思うの。木？なんですその木って。わかりにくければ念と言ってもいいわね。人間は誰でもいろいろ考えるでしょ。あの人が好きだとか大嫌いだとか、そういう心の中の念が気になって体の外へ放射されるのよ。現代の心霊科学ではそれを生体エネルギーとかオーラ、念などいろいろな捉え方をしているけど、肉眼では見えない気が確かに誰の体からも放射されていることはすでに科学的に証明されているのよ。だから例えば一条さんが A 君という少年に好きになられたとするわね。すると A 君の出す好きだという気が一条さんに届き、なんとなく影響する。だから気になる相手ということになるわ。全く邪気のない赤ちゃんなんかの可愛い気を無邪気というでしょ。人を殺してやろうという気は殺気として感じるわ。もともとの健康な気は元気だし、そして気が病めば病気でしょ。日本語ってよくできているわ。ということは気が存在することを知っていて人々は言葉を作ったのね。でも階段は生き物じゃないわ。気は生き物だけにあるわけじゃないわ。宇宙に存在するものすべて、木にも草にも土にも自然すべてに気や力はあるのよ。空気、電気、蒸気、陽気、陰気。太陽は自力で燃え、月は引力を持ち、地球や惑星はちゃんと周期を守って静かに回転しているでしょ。そう、自然はすべて生きているのよ。そう言われるとなんとなくわかるような気がするけど、生き物でもない非常階段が意志を持つのはありえるのかな。そうね、そこに何か外的なエネルギーが加わればあり得るかもしれないわ。
この階段ね。ええ。どうですか。なるほどね。どうやらここには気がたまっているだけじゃなく、それに惹かれてたちの悪い魔物がいるみたいね。魔物。除霊して魔界を追い返しましょう。こら、ここで何してる。あ、山本先生。すみません、この方は霊能者の南郷さんです。この階段に悪霊がいるので除霊してもらおうと思って。除霊？そんなこと学園の許可も取らないで勝手にやられては困るんですよ。どうしてですか。今の学校教育では悪霊の存在は認めてない。そんなものあるはずないんだ。愚かな。霊はどこにでもいます。特にこの階段にはたちの悪い悪霊が。そんなオカルト映画じゃあるまいし、学校としては認めるわけにはいきません。さあ帰ってください。どうしたんですか。何かあったんですか。なんでもない。部活に戻りなさい。ねえ、どうしたの。この非常階段に悪霊がいるから除霊してもらおうとしたのよ。そしたら先生が。先生、お祓いしてもらえばいいじゃないですか。あ？そうですよ。事実、しょっちゅう事故は起きてるんだし。私たちだってその方が安心できます。そうだよ、先生。お祓いしてもらった方がいいよ。どうせ、ただでやってもらえるんでしょ？うるさい！お前たちは黙ってろ。見なさい。こういう騒ぎになるから困るんです。学園側では、霊の存在は認めていない。とにかく今日のところは帰ってください。わかりました。その代わり何が起こっても知りませんよ。月影さん、南郷さん、失礼だわ先生。せっかくお祓いしてくれようとしてたのに。そうよそうよ。いい加減にしないか。だいたいお前らが霊などとありませんくだらんことを騒ぐからいけないんだ。この階段の事故は偶然の重なりだ。こいつは金属製のために滑りやすい。だから昨日ゴムのスリップ止めをつけさせた。見ろ、この通り。それでも安全だ。つまらん噂はやめて解散しなさい。おかしいぞ。山本先生が？うん、びっくりしちゃった。だって山本先生の足に何か得体の知れないものが絡みついて引っ張ったの。得体の知れないもの。うん、多分南郷さんの言ってた魔物ってやつかな。おそらくそうだわ。ねえねえねえ、あの非常階段やっぱり何かあるよね。うん、私も絶対何かあると思うよ。そうね、大体さ、13段っていう数が不吉だよね。呪いがかかってんじゃない。やだ、嘘。何なのあれ。あなたにも見えたのね。あれが木よ。木。おい、例のライダー。
なんだよ、出たんだってよ、マジで。噂通り何かあるぜ、あの階段。あの階段には…毎年毎年在校生がいろいろな噂をし、あの階段に向けて悪意の気を送っている。それがあの階段に集まっているわけね。もう一度見に行ってみませんか。そうね、南郷さんには止められたけど、正体だけは見極めておきましょう。でもいい？決して遊び半分で考えちゃダメよ。水木さん、これから階段が不吉だという気を出すから、階段の方をよく見張っていて。はい。木の塊が大きくなっていく。やっぱり階段に気が集中しているんだ。そう、生徒たちの出した悪意の気はみんなここへ集まってきているの。それよりもう少し目を凝らして見てごらんなさい。謎が解けてきたわ。魔物が木を食べている。そうだ、悪い波動の木が集まると、その気を取り込むために魔界のものが集まってくる。そしてそこに悪い波動エネルギーの磁場のようなものができるのよ。事故が多い踏切とか、自殺の多い団地とか、普通磁場クレーがいるとされている場所なども同質の悪いエネルギーが働いているのよ。これ以上関わるのは危険だわ。やっぱり専門家の手を借りないと。帰りましょう。あ、水木さん、どこへ行くの？水木さん、水木さん、あれは行けない。すっかり魔物に操られているんだわ。水木さん、うん、登っちゃダメ。あなたは魔物に操られているのよ。水木さん、目を覚まして。行っちゃダメ。それでよしと。2、3日はこのままにしておいてね。はい、どうもありがとうございました。はい、お大事に。あ、大丈夫？一条さん。はい、ご心配おかけしました。ごめんなさい、私が事故に巻き込んでしまって。ううん、そんなことない。月影さんが最初に忠告してくれたのに、私がぼんやりとして取り込まれちゃったんだから。それより今まで半信半疑だったんだけど、やっぱり霊は存在するのね。え、今回はこの程度の怪我で済んだからいいけど、今度からは十分気をつけないと。それとあの階段、絶対に除霊するように先生を説得しなきゃね。はい。人間というのは恐ろしい力を持っているのです。プラスに波動を出せば病気も治せる、幸せを呼ぶこともできます。しかし
呪いや恨みの念が凝り固まると他人を殺すことすらできるのね。そう、念のエネルギーで人間の心臓を止めることができる。これはすでにソ連の科学実験で証明されている真実なのです。不吉な噂をして念を飛ばすのをやめない限り、あの階段を踏み外して落ちる生徒はまだまだ続くはずです。あなたの学校には13段の階段はありませんか？もしあったらそこには。次回、学園七不思議、理科実験室でお会いします。